アレハンドロ・バルベルデ、アレハンドロ・バルベルデ・ベルモンテ、アレイ・ハンドロ・バルベルデ・ィ・ベルマンテ1980年4月25日隊は、スペイン・ブルシア出身の自転車競技、ロードレース選手。アマチュア時代は、スペインの名門プロチームケルメのアマチームに属し、プロ入り後もしばらくケルメに席を置いたが、2005年から始まる UCI プロツアーに、ケルメが出場できないことから、 ケスデパーニュに移籍、2003年は、ブエルター、エスパーニャ総合3位と複合賞獲得。世界自転車選手権、個人ロード2位と活躍。2004年はブエルタで総合4位に入る。ケスに移籍した2005年はツールドフランスでは、第10ステージで、ランス・アームストロングを競り落として、区間優勝するなど途中まで奮闘したが、膝の故障のため、第13ステージで危険。 一方、同年の世界選手権、個人ロードでは、怪我のため欠場となった、同種目3回優勝の実績者、オスカル・フレーレの代役として、スペインのリーダーを務め、トム・ボーネンに続く2位に入った。4月19日のフレッシュワロンヌを制すると、その4日後の4月23日に行われたリエージュ、バストーニュリエージュも制した。そしてこの時点で、UCI プロツアー総合1位の座を、 トム・ゴーネンから奪い、その後はついに1位のザオタ選手に譲ることなく、2回目となる同制度の優勝者となった。またこの年のブエルター・エスパーニャでは、総合優勝を果たすことになるアレクサンドル・ビノ・クロフと、熾烈な総合優勝争いを演じ総合2位。このほか、世界選手権個人ロード3位、ツールド・ロマンディで、区間1勝とポイント賞を獲得。フレッシュ・ワロンヌ、 リエージュ・バス島ニュー・リエージュで共に2位に入り、クリテリウム・アンテル・ナシオナルでは、総合3位、ツール・ド・フランスでは一時総合2位につけた、最終的は、総合6位。しかし、同年8月29日、オペラシオン・プエルトに関与している疑いが持たれ、国際自転車競技連合より、同年の世界戦出場禁止処分を受けたことから、シーズン終盤を棒に振る形取った。 同年の UCI プロツアーでは、総合第4位。3月に開催された、ブエルター・ムルシアで、総合2連覇を達成。アムステルゴールドレースでは3位。そして4月27日に行われたリエージュ・バス投入、リエージュでは、ダビデ・レベリン、フランク・シュレクトの競り合いを制し、2度目の同レース優勝を果たした。同日にリベルでは、第1ステージ及び個人タイムトライアルの、 第三ステージを制覇。第三ステージ終了後より、総合首位に立ち、カデル、エヴァンス、リーバイ・ライプハイマーらの追撃を退りけ総合優勝。さらに、6月29日に行われた、国内選手権個人ロードも制し、初のスペインチャンピオンに輝いた。最高潮の調子で迎えたツールド・フランスでは、優勝候補に挙げられ、イギリスのブックメーカーによると、 カデル・エヴァンスに次ぐ2番人気に押された。その期待に応えるかのごとく、第1ステージを制して、自身初の前を上尿奪取した。しかし、第4ステージに組まれた苦手とする個人タイムトライアルで遅れを取り、区間23位、続く第5ステージで落ち者。さらにツールマレー峠を挟む第10ステージでは、戦闘集団から脱落したことから、この時点、 総合14位。総合主位のエヴァンスとのタイム差は4分41秒で、今後は区間優勝狙いに切り替えるという敗北宣言を行った。その後、アルプスのステージでは、戦闘集団に食らいつく走りを見せたものの、結局総合9位に終わった。ツールの全日程終了を6日後のレースとなったクラシカ、サンセバスティアンでは、11名のスプリント争いを制して優勝。 UCI プロツアー、個人ランキングでも首位に躍り出て、そのまま首位の座を守り切って2度目の総合優勝を果たした。また、ブエルター・エスパーニャでは、第12ステージでのボンミスが響いて、総合5位、区間に一勝。ドーピングにかかる処分を受けた直後に出場した、カタルーニャ一周において、総合優勝。ドーフィネ・リベレでは、カデル、エバンス、アルベルト・コンタドールらを抑えて、 総合に連覇を達成した。その後、口述の通り、ツールド・フランスには参加できなくなったため、ブエルター・エスパーニャに照準を絞ることになった。その前哨戦とも言うべき、8月上旬に行われた、ブエルター・ブルゴスで総合優勝を果たし、校長ムードのまま本番を迎えた。本格的な最初の山岳コースとなった第8、ステージにおいて、 カデル・エヴァンスに次いで2秒差の総合2位につけ、翌日行われた第9ステージでは、ボーナスタイムを利して、エヴァンスから総合主位を取り、区間優勝は一度も経験できなかったが、その後も総合主位を堅持し、初のブエルタ及びグランツール制覇を果たした。後日、ドーピング問題のように、5月31日に、 スポーツ仲裁裁判所が2010年1月1日から2012年1月1日までの2年間、バルベルデを出場停止処分とする裁定を下したため、出場停止期間に該当する2月のツール、メディテラネアン総合優勝、3月のパリ、ニース総合2位、4月の GP、ミゲル・インドライン2位、バスク一周総合2位、同月25日に行われたレージュバス投入。 リエージュ3位、4月27日開幕のツールド、ロマンディ総合優勝など、2010年の記録はすべて、無効として剥奪された。出場停止期間が明けたことに伴い、モビスターチームと契約して、レース活動を再開した。前年の骨折の影響を全く感じさせない走りで、アブダビツアーやボルタシクリスタカタルーニャなどで、総合優勝を果たす。 アルゲンヌクラシック3連戦でも優勝候補の筆頭に名を挙げられたが5連覇を目指したフレッシュはロンヌでは他チームからの厳しいマークにアイジュリアンアラフィリップに敗れニー、リエージュ・バストーニュ・リエージュでもボブ・ユンゲルスの独走を許してしまい優勝はならなかったツール・ド・フランスではナイロ・キンタナとミケル・ランダと共に異例のトリプルエッセイで臨み 第11ステージで関東賞を獲得。最終的にランダが総合7位、キンタナが総合10位でフィニッシュ。自身も14位で完走しチーム総合トップとなり、パリの表彰台に登壇した。ブエルタエスパーニャでは、第2ステージでミカル・クビアト・コースキーをマッチスプリントで破りブエルタ区間通算10勝目を上げた。また、第八ステージでもベーター・アサガンや、 ダニー・ファン・ポッペルラを破り優勝し、総合成績でも2位につけていたが、第20ステージで大失速、一気に3分ものタイムを失い総合5位に転落した。世界選手権では、ロマン・バルデ、トム・ディウムランをスプリントで破って、念願の個人ロードレース優勝を果たし、マイオ・アルカンシェールに袖を通した。2006年に発生した、オペラシオン・プエルトに関連して、 2007年3月8日、バルベルデがイバンバスソと共にエリス・ロポエチンム仕様の疑いがあるとする内部文書がマドリード裁判所提出されたことに関連して国際自転車競技連合は同年の世界自転車選手権への出場禁止処分を下した。これに対してバルベルデは UCI の処分は不当だとして CAS に提訴したものの却下れてしまう。しかしながら バルベルデを出場停止処分とする確固たる証拠がないことから2008年シーズンについてはレース出場が認められてきた。しかし2009年に入りイタリアオリンピック委員会がイタリア領域を通過した2008年のツールドフランス第15ステージにおける DNA サンプルを求めたことからバルベルデのドーピング問題が再燃。さらにコニーは4月1日。 バルベルデから採取した血液サンプルがオペラシオンプエルトにおける容疑者の血液バッグから発見された DNA の一つについて一致したことを理由にイタリア国内におけるレースについて2年間の出場停止処分を促した。これを受けて同年5月11日ローマアンチドーピング裁判所はバルベルデにイタリア国内で行われる全レースを対象に 二年間の出場停止処分を下した。これにより、同年のツールドフランスでは、第16ステージにおいて、イタリア領域に入ることから、参加することができなかった。2010年5月31日、スポーツ仲裁裁判所は、2010年1月1日から2012年1月1日までの二年間、バルベルデを出場停止処分とする裁定を下した。また、 会長のパッドマッケードがこの最低を支持する意向を示した国際自転車競技連合は最低に基づき2010年シーズンに獲得したバルベルデの UCI ワールドランキングポイントほか同年シーズンにおける全成績を抹消することに踏み切ったが2009年以前の記録剥奪に関しては CAS が却下したため2009年のブエルター・エスパーニアの総合優勝等 2009年までの実績は剥奪されない。オールラウンダーの中では、比較的スプリントに強く、上りが絡んだ時の単独スプリント力であれば、本職のスプリンター並みの実力を示す。そのため、アルデンヌクラシックや1週間程度のステージレースで、数多く勝利を挙げており、総合優勝を狙っていくオールラウンダーの一人に、数えられる。ただグランツールとなると、 途中でミスを犯し総合戦線から交代してしまうシーンもあり、06ブエルタの三角での遅れ、08ブエルタでのボンミス、07と08スールの TT での遅れなど、交付調の波の激しさもあり、TT があまり得意ではないため、オールラウンダーというよりはパンチャーに分類した方が自然ではある。そのため周囲からは割と成績と客室的相性が良いクラシックスペシャリストに、 変更した方が良いのではなどと囁かれていた。栗村治はオールラウンダーでありながら、スプリントができることから、バルベルデが、これまで、グランツールを取れなかった理由について、何でもできちゃうから、いろいろやって自滅してしまうと語り、レイキュ9ブエルタで、やっと総合優勝を勝ち取った理由に対し、やりたいことを抑え、最後を見据えるクレバーな走りに変化したと解説した。 実際この年のブエルタでは2位や3位狙いのスプリントには積極的に参加しボーナスタイムを得る一方山岳ステージにて TT で遅れたモスケーラのアタックをスルーしサンチェス、エヴァンス、バッソラ総合上位勢のマークに専念してタイム差を広げさせない走りが目立っていた。現役晩年にもなれば勝ち星は少なくなり。 若手のアシストを務めることも多いロードレース界で35歳でのツール総合表彰台36歳での次女総合表彰台34から37歳までフレッシュはロンル4連覇と衰えていない。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。